集積反応はこの大穴の下から来ています。進みましょう、レイブ。反応が近い。これはアイビスの日以前の。ルビコン技研都市。やはりか、探しても見つからないわけだ。企業が動き出す前に手を打つ必要がある。戻って休め。
レイブン、私にははっきりと見えています。コーラルの同胞たちの声が、アイビスの火に飲み込まれ消えた同胞たち、そのわずかな生き残りが長い時を経て再び群れを形成した。ウォルターから連絡が来ているようです。確認してみましょう、レイブン。通信が入っています。仕事の前に一つ昔話をしよう。ある科学者がいた。家族を捨てコーラルの研究に没頭した男だ。狂った成果が山ほど生み出された。強化人間もその一つだ。善良な科学者もいた。男の罪を肩代わりし、全てに火をつけ、そして満足して死んだ。この話には教訓がある。一度生まれた者はそう簡単には死なない。621、昔話は終わりだ。仕事を始めるぞ。